から今日も頑張ろうか。時間を取って考えたいっていう人はここで一時停止をして考えてみてね。まずは問題文読むから聞いててな。 The online accounting software is popular. 空欄 Small business owners. 選択肢は About, Until, Among, Near になってるな。ケンタ君この問題わかる？まずこの単語ってどういう意味だったっけ？Accounting な。 Accounting は会計っていう意味やで。なるほど。じゃあ The online accounting software はオンライン会計ソフトでしょ？でそれが is popular 人気だ。でその次に空欄があって最後に small business owners 小さいビジネスオーナーだね。あーこれは白雪姫みたいな話？ん？あ違うで。 small business owners ってビジネスオーナーが小さいわけちゃうで。え違うの？しかもあの人ら多分ビジネスオーナーではないしな。 small business owners は small business の owners中小企業経営者やな。あ、なるほどね。いきなり小人が出てくるなんて変だなとは思ったんだよね。ということは、あ、答えがわかった。正解は C の among 何々の間でだね。これを空欄に入れれば、The online accounting software is popular among small business owners. そのオンライン会計ソフトは中小企業経営者の間で人気だってなって意味が通るね。ケンタ君正解や。やったちなみに Be popular among 何々人気だっていうのはよく出るフレーズやな。 Be popular with 何々人気だもよく使われるから Be popular with と Be popular among は合わせて覚えておきたいな。この空欄には with を入れても大丈夫ってこと？そういうことやな。 OK。 そしたら残りの選択肢も確認しとこうか。A の about は何々についてだよね。そやな。 B の until は何々まででしょ。あ、そうやな、何々までずっとって思っとくとええかな。 Until はよく by と比較されるからな。え、どういうこと？例えば Until 8 o'clock って言ったら8時までずっと何かが続くっていう意味やん。で、これに対して By 8 o'clock って言ったら8時までにっていう期限を表すねんな。この意味の違いが問われることもあるから Until は何々までずっとって覚えておくとええねん。なるほど、OK。 D の Near は何々の近くにだよね。うん、そういうことやな。じゃあ今日のまとめ。この問題の正解は C の among で、 The online accounting software is popular among small business owners だね。 among は何々の間で、 accounting は会計っていう意味。 be popular among と be popular with は何々人気だっていう同じ意味だったね。今日はこんな感じかな。じゃあ今日も健太くんお疲れ。うん、ひよたくんありがとう。じゃあ次回も頑張ろうね。みんなまたね、バイバーイ。